火星で音が鳴るかなんてどうでもいいだろう。大佐、人類が火星に移住する予定ならこういうのも知っとかないとでしょ。アストロボール君、何千億規模のミッションにピアノが必要だってのか。なら外で口笛でも吹け。前それ言われてやってみたとき僕死にかけましたよね。そうだ、ロボットまで出る大事件だった。大佐言ってたじゃないですか、科学は研究ではなく実験に基づいてるって。さっさと用意してやる。私の年収に相当する金がかかった。結果を残せよ。待った、じゃあ大佐の年収って何だよ。はいはいはい、死後は慎め、任務に徹しろ。了解、行こう。へえ、火星だと高音はほとんど聞こえないんだな。多分大気が濃くて気温が低いからか。ググルすげえ。それだけか。そのために火星にピアノを送らせたのか。おい、アストロボール君。あら、あなた。ねえ、今言うべきじゃないのは分かってるんだけど、今日が何の日か忘れてないわよね。え、嘘でしょ。だって、あなた。It's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Rocket man burning out his fuse up here alone.記念日おめでとう。